マイクロトンドはアメリカ合衆国の元プロレスラー。フロリダ州セントピーターズバーグ出身。IRS ことアーウィン・アール・シャイスター、マイケル・ウォール・ストリートなどのリングネームで知られる。ブラック・ジャック・マリガンの娘子で、バリー・ウィンダムや、ケンドール・ウィンダムとは、義兄帝にあたる。息子のウィンダム・ロタンダとテイラー・ロタンダも、プロレスラーである。シラキュース大学で、 レスリング選手として活躍後、大学の先輩であるザ・デストロイヤーにスカウトされ、1981年9月22日、西ドイツにてプロデビュー。1982年よりアメリカのノースカロライナ州に本拠を置くジム・クロケット・ジュニア主催の幕で活動。レスリングの素地を持つ技巧派のベビーフェイスとして頭角を表し、12月25日にレロイ・ブラウンから NWA ミッドアトランティック TV 王座をダッシュ。1983年8月7日にはカナダのトロントにてドンカヌードルを破り NWA カナディアン TV 王座を獲得した。1983年9月よりエディグラハムが主催していた地元フロリダの CWF を主戦場とし9月24日にロンバスからフロリダ版の NWA 南部ヘビー王座をダッシュ。 12月16日には、トーナメント決勝で、グレッグ・バレンタインを破り NWA、フロリダ・ヘビー級王座を獲得した。CWF では、バリー・ウィンダムとのタッグチームでも活動し、1984年3月14日に、バスブラックバートのロングライダーズから、US タッグ王座を奪取。以降も、同王座をめぐり、ロングライダーズと構想を展開した。 1984年末、ウィンダムと共に WWF に移籍。フェイスターンしていたキャプテンルー・アルバーノをマネージャーに迎え、u s エクスプレスのチーム名で活躍。翌1985年1月21日、ディック・マードックアドリアン・アドニスのノース・サウス・コネクションを破り、WWF 世界タッ王座を獲得する。3月31日に、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで開催されたレッスルマニアの第一回大会でアイアンシークニコライ・ボルコフにダッシュされるも6月17日に奪還8月24日にバレンタインブルータスビーフケーキのドリームチームに敗れるまで退感した1986年1月ウィンダムとのコンビで全日本プロレスに初来日この時点で US Express は WWF を離脱していたが、ロトンドは以降も WWF に単発出場し、ダニー・スパイビートの新チームアメリカン・エクスプレスなどで活動、ブレッド・ハートジム・ナイド・ハートのハート・ファウンデーションやアックス・スマッシュのデモリッションとも対戦した。1987年3月15日には、フルスの CWF において、 エドガントナーを破り NWA、フロリダヘビー級王座に返り咲き、6月7日にもドリー・ファンク・ジュニアを下して、再び大刊。同年に CWF は幕に九州合併されたため、同王座の最後のチャンピオンとなった。以降、かつての活動拠点であった幕に主戦場を移す。同年末にヒールに転向して、 リック・スタイナーと大学のレスリング部をモチーフとした体育会系ユニットバーシティクラブを結成。試合用コスチュームもショートタイツからアマレス選手スタイルのショルダータイツとなった。スタイナーと仲間はレゴの1988年9月からはスティーブ・ウィリアムスを新パートナーに活動。1989年4月2日、ウィリアムスと組んでロードウォリアーズを破り、 NWA 世界ター王座を獲得した。バーシティクラブ解散後、マークを買収した WCW にて1990年11月より、証券アナリストをギミックとした、マイケル・ウォール・ストリートに変身。以降、1990年代は、頭脳派のホワイトカラー系ヒールとして活躍し、1991年3月の新日本プロレス来日を経て、同年4月より、 アメリカ国税局と同じイニシャルの IRS ことアーウィン・アール・シャイスターを名乗り WWF に参戦。ワシントン DC 出身の元 IRS シューゼイリというキャラクター設定の下、メガネにスーツ姿でブリーフケースを手に、マイクで観客に納税を促しながらリングに登場。ワイシャツにネクタイ、スラックス姿のまま試合を行うなど、 WCW でのマイケル・ウォール・ストリートをさらに発展させたギミックで注目を集め、白装ジム・ドゥ・ガンやビッグ、ボスマンなどのブルーカラー系のベビーフェイスと構想を繰り広げた。1992年からは、金マンかギミックのミリオン・ダラーマン・テッド・デビアスと、マネー・インコーポレーテッドとなるタッグチームを結成。同年2月7日、リー・ジョン・オブ・ドゥームを破り WF。 世界タッグ王座を再び獲得。1993年4月4日のレッスルマニア9では、ハルク・ホーガンビーフケーキのザメガマニアックスを挑戦者チームに防衛戦を行い、デビアスと共にホーガンの WWF 復帰戦の相手を務めた。その後も WWF に定着して、デビアスとのマネーインクでは、ナチュラルディザスターズや、スタイナーブラザーズ、 シングルでは、タタンカや、レーザーラモンなどと構想を展開した。1995年9月、WWF を離脱して WCW に移籍。ビンセント・ケネディ・マクマホンのイニシャルをもじった、VK ウォール・ストリートを名乗って WWF からの、回し物キャラクターを演じ、初戦となる9月11日放送の、マンデーナイトロにて、スティングの US ヘビーキー王座に挑戦した。 1997年からは、ヌオの一員となり、同年6月にマイケル・ウォール・ストリートの名で、新日本プロレスに6年ぶりに来日。以降も1999年まで新日本プロレスに、再三来日して、長野正弘を率いるヌオジャパンをおよび、チーム2000で活躍した。WCW 離脱後は日本を、主戦場とするようになり、2000年11月には、全日本プロレスで、 ウィリアムスとバーシティクラブを再結成して世界最強タッグ決定リーグ戦に出場12月9日の日本武道館での決勝戦で川田俊明淵正信を破り優勝を果たした2001年2月24日には博多スターレーンにて太陽系ジョニー・スミスの世界タッグ王座にウィリアムスと組んで挑戦している2003年11月には ウィンダムとの USX プレスで岩ジャパンに参戦。翌2004年5月4日、同団体の後楽園、ホール大会で引退試合が行われ、ウィンダム三宅彩と組、ドゥガン、ロードウォリアーアニマル、松田慶造のトリオと6人タッグマッチで対戦、ドゥガンからホールを奪い勝利を飾った。引退後は2006年より WWE のロードエージェントとして活動。 番組内にも時折登場し、2010年3月29日の RAW で行われたクリスチャン対テッドデビアスジュニアのランバージャックマッチでは、デビアス、ニックボック・ウィンクル、パット・パターソン、サージェント・スローター、トニー・ガレア、リッキー・スティム・ボート、ロディ・パイパー、ジェリー・ローラー、アーン・アンダーソンらと共に、レジェンドの一人としてランバージャック役を務めた。ありがとうございます。